どうも、IS チャンネルです。長崎名物で、まずは真っ先に連想されないと思われる、茶碗蒸しと、蒸し寿司の老舗の、よっそうをご紹介したいと思います。よっそうの漢字表記からすると、享保の改革でおなじみの、江戸幕府八代将軍の、徳川吉宗にゆかりがあるのかと思います。しかし、ホームページを見ると、創業者の名前が、吉田宗吉信武氏で、屋号を、よっそうとした記載があります。場所は、長崎本線の長崎駅から、1.7 キロ歩いたところです。2020年の3月に、長崎駅が浦上川の方に移転したため、遠くなった長崎駅前電停から、長崎電気軌道の路面電車で行く場合、1系統の総福寺行きに乗り、観光通り電停から、歩いて210メートルです。こちらが、歴史を感じさせる造りの、よっそうのお店です。2階部分には、よっそうと書かれた赤い提灯が、ずらりと並んでいます。茶碗蒸しと書かれた、木の看板です。こちらは、入り口です。丸めの、赤い提灯が、飾られています。入り口右側には、メニューのサンプルが、飾られています。店内に、入ってみましょう。1階の奥の、こちらの席を、案内されました。着座したところから、席を見渡すと、こんな感じです。メニューは、茶碗蒸しと蒸し寿司のセットをベースとした、定食が定番のようです。せっかく長崎に来たので、郷土料理のしっぽく料理の、ミニしっぽく10品を注文しました。さすがにすべて、テーブルに乗らないので、まずは、一の膳の、3品が出てきました。食前酒の、梅酒です。お刺身は、マグロとブリです。もう一品は、サメのことをフカという、フカの湯引きです。やはり、この辺で、ビールが欲しくなりました。そして、茶碗蒸しと蒸し寿司がメインの二の膳が運ばれてきました。メインの茶碗蒸しで、牛丼サイズのガチの丼に入っていますが、あっさりとしているので、ペロリといけちゃいます。茶碗蒸しと双璧をなす、名物の蒸し寿司で、錦糸卵と、穴子のかば焼きと、桜伝舞が色鮮やかです。そして、どう見ても、酒のあてにしか見えない料理です。こちらは、長崎ではよく食べられている、ハトシです。ハトシの中身は、こんな感じです。こちらは、エビをすり身にしたものです。こちらは、八幡巻きです。そして、しっぽく料理には欠かせない、豚の角煮です。こちらは、漬物と昆布の佃煮です。そして、水菓子のメロンです。幸せ気分で、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。二の膳が下げられると、お口直しの、お汁粉が出てきます。店のすぐそばの、アーケード内には、お土産の専門店があります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。